よう、こんなところで油売ってていいのかい？お世話になった人たちにご挨拶しようかなって思って。ははー、律儀だな。けど、のんびりしてたらまた怒られちまうんじゃないか？誰だっけ？城にいる若い頃の俺にそっくりなやつ。確かルーなんとかって。ルーなんとか、まさかルーフェスのことじゃないですよね？そうそう、そのルーボーだ。いや、あいつは本当に俺の若い頃にそっくりだぜ。ということは、ルーフェスが年取るとハゲルさんみたいになるのかな。まさかね。いくらなんでも方向性が違いすぎるもの。そこへ行くはアーランドの錬金術師殿ではないか。え、私のことですか？他に誰がいる？最も正式にそうなるのはこの後か。アーランドの錬金術師、私もロロナちゃんやトトリ先生と同じになるんだ。いやいや、お前の腕はすでにあの二人を大きく超えた。いや、この私すらもな。はい。いえ、どう考えても先生や師匠に比べたら私はまだまだ未熟者だと思うんですけど。いやいや、お前の腕で調合できないものはない。もう学ぶことなど何もない。うわ、なんで手放しで褒めちぎるんですか。なんだか怖い。怖がることはないだろう。思う存分増長し、自分の力を過信し、どんな壁もぶち破っていけばいい。これからも初心を忘れず、いい気になったりしないで精進してまいります。それじゃあ。いよいよこの日が来たか。姫じゃないメルルなんてなんだか想像がつかないな。マイアス君は明日からどうするの？今までとあんまり変わらないぜ。アーランド共和国アールズ方面の守備隊に配備されることが決まってるんだ。変わるとすれば、お前と一緒に行動できることが減るってことくらいかな。そうなの？それは残念。まだまだ行きたい場所があったのに。
おいおい、まだ冒険するつもりかよ。だってこれからはお姫様って肩書きが取れるんだよ。好きなことしないと損じゃない。もっといろんな場所に行きたいし、錬金術の素材だって集めたい。私の冒険はこれからだよ。お前らしいな。ま、警備の任務がない時なら少しは付き合ってやれそうだけど。そう言ってくれると思ってたんだ。頼りにしてるからね、ライアス君。ついにこの日が来てしまったのですね。アーランドから騎士が消え、今またアールズから王族がいなくなる。これが時代の流れとはいえ、一抹の寂しさを拭うことはできません。そうですか。私はそうは思わないかな。姫を辞めても私は私ですから。そうですね。思えば私もアーランドが共和国になってから同じ気持ちで騎士を続けてきました。たとえアールズという国名がなくなろうと、私たちは何を失うこともない。あなたのおっしゃる通りです。どうやらあなたに教えられたようです。私もまた時代に流されることなく騎士としての命を全うするとしましょう。それはどうかな。ステルク様、そろそろしっかりとしたお仕事に転職した方がいいんじゃ。よかった、探してたんです。私もだよ、ケーナ。式典が始まる前にどうしても伝えたかったことがあるの。私にですか？何でしょう。もちろん大感謝のお礼。ケーナが一緒にいてくれたから今まで頑張ってこれたんだよ。わがままな私をいつも支えてくれて本当にありがとう。そんな、私こそメルルからたくさん元気をもらいました。支えられていたのは私の方です。ねえケーナ、国がなくなっても私たちいつまでも一緒にいようね。もちろんです。なんだかちょっぴり切なくなってしまいました。うわ、どうして涙目？別に離れ離れになるわけじゃないんだよ。そうなんですけど、なんだか感慨深くなってしまって、メルルがこんなに立派になるなんて。その言い方だと前は立派じゃなかったって風に聞こえるんだけど。あ、ごめんなさい、そんなつもりじゃ。わかってるよ。じゃ、そろそろ私、行くね。
あの天馬娘がこの5年で立派になったものだ。もうすっかり一人前の顔をしている。ジオウジ様、君が何を見てどんな人と関わったか、この5年は君にとってかけがえのない財産になるだろう。そうですね、いろんな人との出会いがあったな。うん、君を支えてくれた人、陰ながら応援してくれた人、君を頼る人もいただろう。人からもらった優しさをただ受け止めるだけではなく、何倍にも返そうと思う心が大切だ。とつい説教じみたことを言ってしまったな。大丈夫です、私ジオウジ様の話を聞くの大好きですもの。それにおじ様はいつも私のことを気にかけてくれてましたよね。様子を見てくれてたり、困ってる時に助けてくれたり、いつだって頼りになるおじ様です。そうだったかな、偶然だったと思うが。嘘の苦手なおじさまのために、ではそういうことにしておきましょう。まいったな、どうやら一本取られたようだ。姫様、そろそろ式が始まります。むやみに出歩いてないで、謁見の間においでください。はーい。姫様か、ルーフェスにそうやって呼ばれるのってもうこれで最後だよね。式典が終わった後、ルーフェスは私のことなんて呼ぶんだろう。メルルちゃんとかかな。そもそも関係性はどうなるんだろう。主人と従者じゃなくなるわけだし。友達になるのかな。全然ピンとこない。つまらないこと気にしてないで、早く準備をしてください。私にとって姫様は姫様、それ以外の何者でもありません。今までと何も変わりませんよ。そうだよね。高め、メルル、世話になった方たちへの挨拶は済んだかな。うん、大丈夫だよ。そうか、では次は私がお前に礼を言う番だ。
アールズの王として今日までこの国を導いてくれたことを深く感謝する。